メリドメサ注意、出るぞ。おい、待ってくれ。ん？ほう、宇宙であれほどまでにやられて、まだやられたりんというわけか。見上げた根性よ。いや違う、俺はあんたらに仕返しをしに来たんじゃない。確かに俺たちティターンズは宇宙であんたたち2機に叩き潰された。なぜだ？なぜだと？俺たちティターンズは地球連邦のエリート部隊だ。地球で十分な訓練もしたし、適応力も高かったんだ。それなのになぜこうも簡単に負けた？何が地球連邦よ、何がエリートよ。そんなものにこだわっておるから貴様は弱いのだ。武闘家たるもの、ひとたび戦いに出れば頼れるものは己のみ。そんなくだらん肩書きが何の役に立つか。俺たちが弱いならどうすれば強くなれる？教えてくれ。俺には倒したい奴がいる。そいつを倒すためにはメンツを捨てて勉強しなくちゃなんないんだ。本気のようだな。よかろう、わしについてこい。そうすれば強くなれるやもしれん。ただし脱落するようであれば遠慮なく捨てていく。覚悟しておくがよい。貴様は東から回り込め。わしとヒーローは西から中央を目指す。よいな。俺の任務はこの惑星の地球降下を阻止することだ。お前たちとは関係ない。手伝ってやろうというのだ。地下にいるモビルスーツを倒せばこの星の降下を止められるかもしれんという情報を貴様に教えたのもわしではないか。情報はもらう。だが手助けは必要ない。なんとわがままな男よ。まあいい、わしもわしで好きにさせてもらうだけのこと。では行くぞ。良いか、流派統合腐敗は絶対無敵。一人の脱落も許さん。落ちろ、落ちろ。速やかに目標を撃破する。俺一人でも可能な任務だ。これは戦争なんだぞ。一人でできることなんてたかが知れている。集団の中の一人の発想ではそうなるだろう。それでは任務を遂行できない。任務だと？そんなことをお前はできるとでも？お前にはできない。俺にはできる。ここであったら100年目ってね。落ちろ！あっ！戦争だろうが。落ちろ。
もので足止めできると思うなよ。敵の行動、予測範囲内だ。俺はこんなことで満足する男じゃない。その程度の数でよくも攻めようなどと思ったものだ。あなたか。落ちろ。これが戦争だろうが。ガンダムも逃がしはしない。戦力低下、任務を継続する。邪魔しやがって。ここだ。落ちろ。ここであったが逆連めって。そこだ。その腕でよくも俺に挑んだもんだ。落ちろ。無理はするな。死ぬことだ。俺が戦争だろうが。少しはやるようだな。無理はするな。死ぬことに。何を企んでいるかは知らんが、この星の力を渡すことはできん。さあ、どこからでもかかってこい。この地で果て、我が糧となるがよい。これが戦争だろうが。落ちろ。そろそろ私も混ぜて。ここであったが100年目ってね。そこ
ここ。どうした？貴様の力はその程度か。落ちろ。その腕前、見込みある男よ。落ちろ。俺がチターンズだと知ってちょっかいをかけてきたのだ。俺が戦争だろうが、俺はこんなことで満足する男じゃない。ここであったら100年ですね。もう待ちくたびれちゃったよ。ほら、落ちろ。落ちろ。ほら、ここであったら100年ですね。ガキのくせに少しは役に立つみたいじゃないか。ほら、ここであったが100年ですね。その腕でよくも俺に挑んだもんだ。落ちろ。力のない者は死あるのみだ。俺がチターンズだと知ってちょっかいをかけてきた。ここであったが100年ぶり。落ちろ。敵戦力低下、任務を継続する。そこか。ほら。そこか。ほら。ここであったが100年目ってね。そこか。こんなことで満足する男じゃない。
落ちろ。ここであったが100年目ってね。落ちろ。落ちろ。そこか。落ちろ。キャノンズは力だ。無理はするな。死ぬことに。落ちろ。ほら。その腕でよくも俺に挑んだもんだ。なしはしない。どうした？貴様の力はその程度か。キャノンズは力だ。任務完了。敵機排除を確認。キャノンズは力だ。落ちろ。力のないものは死あるのみだ。これが戦争だろうが。ここであったが百年目ってね。
シターンズだと知ってちょっかいをかける。落ちろ。これが戦争だろうが。落ちろ。俺はこんなことで満足する男じゃない。その腕でよくも俺に挑んだもんだ。間に合わなかった。みんなはどうなったんだ。やられたのか。ほら。ほら、貸し合って。そう来なくてはな。気をつけろ。敵に囲まれているかもしれない。敵の足場を潰しながら慎重に進もう。そこだ。落ちろ。ガキのくせには少しは役に立つみたいじゃないか。落ちろ。そんな勢い。任務遂行に問題はない。戦争だろうが。そこだ。力のないものは死あるのみだ。無理はするな。死ぬことになる。ここであったら100年目ってね。任務完了。敵機排除を確認。俺は神の存在を信じるぞ。ジェルド中尉か。こんなところまで。相手になってもらうぜ。貴様が嫌だと言ってもな。そこだ。ほら。落ちろ。力のないものは死あるのみだ。落ちろ。ここであったが100年目ってね。落ちろ。ほら。そこだ。邪魔しやがって。邪魔。これが戦争だろうが。100年目ってね。そこだ。落ちろ。
ここまでだな、神。この逃げるか、神竜。逃がしたか。俺だってまだ死にたくない。神竜、逃げるのか。たとえ逃げようと必ず俺は貴様を倒す。地の果てまで追いかけてでもな。おるか、ヒーローよ。この星には一つの言い伝えがある。この星を統一した者に全てを可能にする力が与えられるというものだ。当然全てを可能にする力などはあるわけはない。しかしこの星の者たちは戦いを続けておる。全てを可能にする力ではないとしても何かを得ることができるから戦うということになるな。それと俺の任務に何か関係があるのか。この星は地下で我々が倒した人形のために作られた巨大兵器であることまでは分かっておる。全てを可能にする力とはあれのことであろうな。この星を統一した者が手に入れるのはあれを制御する力であろう。つまりそれがあればこの星の降下を止められる。そうは思わんか。お前の情報は信用できない。なに、わしと貴様の力をもってすればそう時間のかかることではあるまい。やる価値はあると思うがな。お前の指図は受けない。おい、ティターンズの配置は済んだ。いつでも攻撃可能だ。追払いは奴らに任せておけばよかろう。我らは敵の主力を叩き潰すのだ。カミーユ、待ってろよ。この星にいる間に俺は必ず貴様を落としてやる。戦術レベル、任務確認。敵戦力は戦艦と少数のパイロット。落ちろ。敵の殲滅。私は兵の効果を支援する。貴様らの命綱だということを忘れるな。ふん、自ら戦場に出向かない腰抜けが
落ちろ。我が身を痛めぬ勝利が何をもたらす。落ちろ落ちろ落ちろ。絶望だろうな。落ちろ落ちろ。俺もやってみせるぜ。あのモビルスーツ、敵の指揮官クラスか。ターゲット変更、敵の指揮系統破壊を最優先に設定する。注意、何のつもりか。わけなどないな。俺にとっちゃお前さんも蹴落とす敵だ。覚悟しろ、シロッコ。生の感情を丸出しで戦うなど、これでは人に品性を求めるなど絶望的だ。そう思わんか、少年。感情で行動するのは正しい人間の生き方だ。貴様、おかしなこと。所詮は子供というわけか。ここであったが100年目ってね。落ちろ。ああああ、そこだ。落ちろ。ここであったが100年目ってね。落ちろ。落ちろ。落ちろ。よし、よくやってくれた。ここでやったが100年目ってね。落ちろ。ここであったが逆連目ってね。落ちろ。邪魔しやがって。不愉快だな。そこか。そこか。落ちろ。ほら。俺はこんなことで満足する男じゃない。戦艦が動いた。何をする気だ。チッ、先を越されたな。落
近に敵機だと？直ちにここを発進し、安全な場所へ向かう。もちろん。中途半端な。どういうつもりか、ジャマイカンは。奴の穴は俺たちで埋める。サンバラみたい、来い。もちろん。ここであったが100年目ってね。その腕でよくも俺に挑んだもんだ。ここであったが100年目ってね。アーガマゼ、まだ何か企んでいるな。ここであったが逆連目ってね。この程度で落ちやしないぜ。こちらも遅れは取らん。少しは骨があるようだな。ここであったら100年目ってね。この程度なんということはない。戦闘レベルからすれば当然の結果。これが戦闘だろうが。もちろん。ここであったが100年目ってね。もちろん。まぐれあたりだ。力のないものは死あるのみだ。ないぞ。俺がチタンズだと知ってちょっかいをかけてきた。メガ粒子号発射だ。
鉱山が。わがまめ、前線は何をやっている。野団隊撤退する。ジャマイカン、戦場の恐ろしさを味わうんだな。ここであったが逆連めってね。落ちろ。アーガマの戦術に乗っちまって好きにはさせん。あら、派手にやってくれちゃったわね。俺たちも負けずに派手にやっちゃいますか。この程度苦戦とは言えんわ。ここでやったが逆連抜け。落ちろ。そこか。ここでやったが逆連抜け。落ちろ。ここであったが逆連抜けね。そこか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 。もちろん。ここであったが逆連抜けね。もちろん。ここであったが逆連抜けね。そこか。大丈夫か。このままやれるのか。俺はこんなことで満足する男じゃない。なんだと。味方は何をしている。ゼータガンダム来たか。来た。ゼータガンダム乗っているのは神湯か。残念、エウーゴのルールかよ。その名前なんだ。女か。女だからって甘く見ないことね。なら男らしく扱ってやろうか。ここであったが逆連抜け。そこか。落ちろ。落ちろ。よし、よくやってくれた。落ちろ。落ちろ。邪魔しやがって。やめんじゃないわよ。落ちろ。落ちろ。者がこの程度でおごるでないぞ。落ちろ。なんだと。味方は何をしている。
ここであったが百年目ってね。ここであったが百年目ってね。そこか。しないでよね。これが戦争だろうが。落ちろ。ここであったが百年目ってね。流派、東方腐敗は無敵よ。任務遂行に問題はない。どこであったが百年目ってね。落ちろ。力のない者は死あるのみだ。落ちろ。落ちろ。味方モビルスーツ隊全滅しました。艦長代理交代だ。体制を立て直すんだ。この手応え神優、貴様との戦いが楽しみだぜ。